Bonjour, matelot. Repos. Aujourd'hui, notre ordre de mission est tout simple. Nous devons faire le chapitre 2 du Side Stories Festival of Falling Flame, qui est un ancien event de Grand Blue Fantasy. Rien de très compliqué dans tout cela. Ça est déjà, allons-y. それで頼み事というのは、ああ、実は、さ、行き過ぎているつもり。彼女、テレーズさんとお近づきになるために協力してほしいんだ。は？ C'est la mauvaise personne qui vous demandait ça, Richard. Richardson, je vais t'appeler Richardson, ça passe mieux. 一目見た時から。俺の心は彼女に奪われてしまった。間違いない、彼女こそ運命の人。なんだか面白そうです。ねえねえ、手伝ってあげましょう。珍しく出てフォークロリックもない。ちょっとフェアモンコナーディオヤドンルーニューアリアリア。やったー、恋の応援なんてワクワクしちゃいますね。しかし、手伝うと言っても、私たちは何をすればいいんだ？それは…おい、あんたたち、聞くしか…手を貸してくれ。Il est court, il est très court hein, comme. Comparé à le dernier event, ça. Ranger Sin Bravo qui était assez long. Le cirque des horreurs. なんてことだ。鍵はかけておいたはずなのに。頼む、魔物を追い払ってくれ。あ、これはチャンスだ。あ、チャンス？人助けをして感謝される俺、それを聞いて俺にときめく彼女。なんて完璧な計画。そうと決まれば、さあ行くぞ。あらあるね。は、おい。どの道、魔物を野放しにしておくわけにはいかないな。私たちも行こう。La générosité nous perdra. Oh oui, elle va nous perdre. Aïe. かなりの数の魔物が逃げ出したようだな。誰かに襲われちまう前に倒さねえと。この程度の魔物、俺の敵じゃない。待っててくれよ、テレーズさん。ああ、un mot français、en garde。なんだか、ポータブリーズでは見慣れない姿の魔物ですね。おそらく、他の群島に生息する魔物だ。この祭りにちなんだ魔物を連れてきたってどこだろう。お祭りにちなんだ魔物ですか？ポートブリーズで開かれる公演祭は、ある炎の魔物の伝承に由来してるんだ。それで、炎の力を宿した魔物をわざわざ他の群島から連れてきたんだ。なあなあ、炎の魔物の伝承ってどんな話なんだ？俺も酒場のじいさんから伝え聞いただけなんだ。正しくは魔物ではなく、確かは青少女というやつだったか。一年に一度だけこの島に降り立つ炎の青少女、不死鳥フェニックスの伝承。フェニックス、
Phoenix. Oui, à Phoenix. Comme la ville ? Non, non, pas comme la ville. Réseau légendaire. Oh, ça va être rapide. Rapide même. Nige dashita mamono wa kore de zenbu da na. Richard, sakihodo no hanashi no tsuzuki wo kikasete kurenai ka? Tout à fait. Ah.この講演祭はフェニックスを恐れた島民が捧げ物をしたのが始まりだったらしい。言い伝えではフェニックスは極彩色の翼に王冠のようなトサカを持ち、ひとたび羽ばたくと森一つ焼き尽くすほどの熱風を放つのだとか。奴が毎年島に来るなんてたまったもんじゃねえぞ。まあ実際はフェニックスなんてただの迷信だと言われてるけどね。まあ別にウィーアナオンジャープセウィー講演祭も捧げ物の習わしは廃れて、今やすっかり祭りを楽しむどんちゃん騒ぎってわけだ。そっか、なんだかちょっとだけ寂しいですね。さあテレーズさんのところへ行こう。俺の勇姿を伝えなければ。おいおい、自分から言いに行くってどんなんだいそりゃ。レッツゴーです。テレーズさん喜んでくれるといいですね。フェニックスの存在は迷信だとか言ってたな。でもさ、あの人が興味を持つぐらいだからいると思うんだよね僕。炎の魔物を放ったのはあながち間違いじゃなかったのかも。あれ、どこ行くの。あ、わかった、お祭りでしょ。楽しそうだもんね。てスツルム殿、ストップ暴力。剣先でグリグリしないで。もうどこ行くか聞いただけなんだけどな。ブランガテマゾシスタ、フクチュラブカジノ邸に行くぞ。ああ、なるほど、スツルム殿さすが。Il est très court. Mais vu que ça commence à être plus long. Oh, allez. Mise à jour de l'ordre de mission, on va faire le chapitre 3. Ça, ça fera un épisode de 30 minutes sur la vidéo YouTube. に報告に行くと言ったが、彼女がどこにいるか知っているのか。あ、それは。バボ。皆さん聞きましたよ。店
獣小屋から逃げ出した魔物たちを退治してくださったそうですね。あ、よろずや、ちょうどいいところに。はい、どうかしましたか？あの、テレーズさんって方をご存知ないですか？どこにいるのか探してるんです。テレーズさんってデュエリストのテレーズさんのことですか？それならきっとカジノ邸にいると思いますよ。あそこでデュエルが開かれますから。カジノ邸へは町から気空邸が出ていますよ。行ってみたらどうでしょうか？サンキュー、この借りは必ず返すよ。さあ団長、カジノ邸へ向かおう。OK、allons-y。 デュエル、己の腕のみを武器に戦い、観衆を魅了するカジノ邸の目玉トーン。本当にこのカジノ邸にテレーズさんが？よう、兄ちゃんたちもデュエルの参加者か？いや、オイラたちはテレーズに用があるんだ。どこにいるか知ってるか？Vous vous foutez de ma gueule là? Grosso modo, on va dire ça. Il a pas dit quelque chose de marrant, hein. En anglais, c'est pas ça. Il a dit, en gros, il est en train de lui dire: j'ai dit quelque chose de bizarre? C'est pas marrant. C'est un truc de bizarre. Thérèse-san, il y a un truc de bizarre. Qu'est-ce que tu as dit?そういう抜け駆けは困るぜ。テレーズちゃんに会いたいなら正々堂々デュエルで優勝するんだな。優勝だって？ああ、デュエルで優勝したら賞金に加えてテレーズちゃんに手合わせをしてもらえるのさ。テレーズさんに会うためには優勝するしかない。つまりこれは恋の試練。あれあれ。そうか、そういうことなら。兄ちゃんじゃ無理無理。このカジノ邸にはえりすぐりのテレーズファンが集まってるんだ。優勝するつもりなら、そうだな、あそこにいる魔物くらいは軽くひとひねりにできねえと。これ魔物？Mais ça n'a rien à voir avec le poker! Hé! Mate, mate, mate! Non, de Hone no Naka ni Mamono ga iru nda yo! Honto da! Dou natte yagaru? Kangaeru no wa ato da! Koko de abareられると Hone ga ochi kanenai zo! Mamono me! Kakugo shiro! Ah, les monstres!死ね。目標の撃破を確認。な、mort、mort et intérêt。町から出ている菊手を使わないと乗り込めないはず。どうやって魔物が侵入したんだ？わからねえけど。姉さん、あれ！
また魔物です。カプリス、ウチスデフォンセーから次へと。そんなことはさせるか。行くぞ団長。こいつらを片付けて、魔物がどこから。Le décor me perturbe, je crois que la barre est trop grave. Plus de monstres à défoncer. Oi oi, この気候ってどうなってやがる。まるで魔物の巣窟じゃねえか。何者かがこの魔物たちを使ってデュエルの邪魔をしようと企んでいるのだろうか。一体誰がそんなことを。魔物だろうと何だろうと、デュエルの邪魔はさせはしない。兄ちゃん、その息だ。さあ、引き締めていくぜ。何者だ。やっほー。ちょっと、お邪魔するよ。なんだ、君たちは。あ、僕たち、ここに魔物を連れてきたものです。どうもどうも。ちなみに、祭りで見せ物小屋の魔物を逃がしたのも僕ら。いったい。シツルムとの暴力反対。言わなくてもいいことを言うな。What? T'as les dressés?どんだけ出てくるんだよ。何せよやるしかない。行くぞ。バイバイ。目標の撃破を確認。Comment il était apparu? Une belle bip. Faut s'en censurer parce que je risque d'être censuré.姉さん、二人はカジノ店の方に走っていったぜ。よし、すぐに後を追うぞ。なんだ。またルリア、どうかしたのか。星晶獣の気配が。まさかフェニックスだなんて言わないよな。とにかくカジノ店へ急ごう。Et voilà, ça fait le chapitre 4, ça sera au prochain épisode. Ça va déjà matinée pour la prochaine mission.